ゃあこの辺でも解散することにして、あんた方も日当はもらったんでしょうね。ええ、もらいましたよ。お疲れ様。お疲れ様。お疲れ様。おい、ちょっとこっから次の温泉場までどのくらいありますね。ああ、近いですよ。そう、3里ぐらいですかね。3里。ちっ、俺はわしは棒になっちゃったよ。お前はまだいいぜ。俺の身になってみるよ。まあ、一休みして元気に出かけましょう。とにかく俺はもう暑くてやりきれねえ。今からそんな気の弱いこと言っちゃダメですよ。おい、これでさっぱりするぜ。今度の予定で買ったろうかな。一応乾かなばっかりで足りねえのか。ああ、そろそろ出かけましょうか。今度は小学校の運動会だな。今さらそんなこと言ったって。とにかく運動会は来年の春まで延期ということに昨日職員会議で決まりましたのじゃ。それじゃ僕たちは一体どうなるんです？さあ、来年の春にまた来てもらいましょうかね。もし、それじゃ話が違いますよ。給仕なら何食ったって3階の珍味に勝るね。あらお口がお上手だこと。いや本当のお主さ。まあこいつまた始めやがった。だが言ってもよく忘れねえよ。焼くね。
まあ嫌な客ったらありゃしない。人を何かと思ってんのよ。あんたも気をつけなくちゃダメよ。まあ、そこの部屋ですよ。じいさん。まあ、あんたって人随分な人ね。さんざ人を騙したげく置き去りにするなんてひどいわひどいわ。なんだ、お前は俺を追っかけてきたのかい。あんた女の一年ってもの知らないのね。どうしてここが分かったんだい。表に仁太の看板が出てたわよ。逃げよったってダメよ。一緒に来てくれたの。姉さんは私たちのことをとても心配してくれてんのよ。そしてね、いろんなこと言うの。いろんなこと。